すっごいまがまがしい気配。考えただけで気が重い。頭が痛いよ。こんな盛大な夜に出くわすのっていつ以来だったかね。また暖かく見守ってようと思ったけど、さすがに今回はそうもいかないかな。うわ、あっちの方か。よどみっていうか気配すっごいな。一体誰が何やってんのよ。もうめんどくさいな。アウドムラじゃなく恐ろしい。なんでもなく、なんだっけ、あのなんとかってグループのパラドクス。あれは多分ヤトのお姫様じゃない。なんだったく、こういう気配を感じ取っちゃうってのもそんな体よね。あ、そういや刀はどこやったっけ。刀、私の可愛いあやめちゃん、どこ。どうあったってねえ。あやめちゃんもあんなとこなんか行きたくないよね。面倒だよね。寝てたいよね。わかるわかるよ。行くしかないんだよね。ゆうく、ま、おせんべいも全部食べちゃったし、見たい番組もないから暇つぶしと買い物ついでに出かけるとしましょうか。何やら楽しそうなのが集まってる気配もあるしね。お相手願いましょうか。ファーストクローズディバイド。まくしつ、それで終わるな。今のは今のは セカンドクローズディバイド。まくし立てるのはこれつだぜ。ズメッ、今のはまくし立てるのは足元か。今のは惜しかったな。捕まえた。これつだぜ。いくよ、やめちゃん。ブレイクダウン。おい、ゆずりか。どうだった、代々幾多の虚無を葬ってきた我が愛刀あやめちゃんの切れ味。ぼーっとしてると三枚におろすぞ。デレートタスク願いましょうか。ファーストクローズディバイド。近づく、いただきます。危ない、近づく、ペロチェッコリフレタイム。危ない、サックルクリーバー。危ない、リカバリー、接近をリカバリー、離れろ、リカバリー。次が1度ほどシールドコンバージョン、やばっけ、ローテーション、無償障壁を、ということは飛びすけ、近づく、ゴーリッグ、スーパーバーバーン、聞いた、やばっけ、おいおいおい、セッ、緊急火力、ホイール、近づく、おっと、かくして、闇は消え去ったのでや。譲りか、配列再蘇生。セカンドクローズ
ディバイド。乱れだけ。危ない。近づく。なるほどとは効かない。危ない。シェフシェフリカバー。近づく。シェフシェフ乱れだけ。リカバー。シェフシェフ失敗。違う違う。シェフシェフクリクリオパンチの面クリクリオ。ここに近づく。ここに近づく。どうしようか。だが甘い。近づく。近づく。近づく。よし行くよ。やめて。アクソン。ブレックダウン。結構頑張ったもんかな。この私相手によく頑張ったんじゃない。胸を張っていい結果だよ。そこの娘を少々道を尋ねたいのだが。うわー、早速陣地を超えた怪物出た。悪霊退散、悪霊退散。北国連絡相談。南濃ほうれん草。しらじらしく騒ぎ立てるでないわ。貴様、わしのことなど微塵も恐れておらぬであろうが。いや、こりゃ失礼。つい動揺しちゃってさ。これスマートフォン知ってる？シャメっていいかな。怖いおじさんとなんて。この夜の最中、ギタン同士の強大な権限のマジか。その類のディジタルディバイスは一切御せぬはずよ。何をする気か知らぬが、シャメれるものならシャメってみるがよい。そうなの？嘘。あれ？やだ、ほんと。私のフェリアちゃんが早速文鎮に。勝ったばっかなのに。少なからずお主を武人と見込んで声をかけたのだがな。この後に及んで道家の真似事とはわしの見込み違いであったな。あやめちゃんは泣いてる。いや、泣きたいのはスマホ動かない私の方なんですけど。その通り。貴様の迷い、その情けなさに呼応し笑ないておるわ。あやめちゃんとやらがな。そうであろう。あやめ刀、上地の誉れよ。あらら、さすがは年の子。いろいろ知っておられるご様子で。そんじゃ、そろそろ真面目にお相手させてもらいましょうかね。おじいさん何者？ああ、そっちの方は大体察してるから話さなくていいからね。そうであろうな。こちらとてこのせわしき夜、昔語りに興じるをよしとせん。貴様などより楽しめそうな強者が大勢いるようなのでな。楽しめるね。そいつは困ったもんだ。私の仕事はその権限を用いて楽しんでそうなものを成敗することなんだね。そういうことなんでさ、今から改心してお家に帰るってんなら見逃すけど。改心とは？この心を改めさせるにはいかようにすればよいか分かりきったことであろう。ま、そうなるよね。うちに伝わる古くからの因縁、その張本人様のお出ましのようだし、お互い黙って素通りはできないってことだよね。そうだ、その言葉を待っておったわ。武人殿、いや、まだ瞳より迷いの消えぬ小娘、名を聞いておこう。この地の守護を任されし、宗月一刀流抜刀術の譲り派。あんたはヤトさんが誇るヘカトンケイル、
ワレンシュタインで間違いないよね。その名に偽りがないか一丁お手合わせ願いましょうか。その太刀、蒼月の名、遠き過去の思いが蘇るわ。我ら夜の刀と共にあり、それを照らし暴く次なる月の光明を名乗るものであったな。遥か遠き昔、かの世の戦、損ねた決着、今こそ貴様がつけてくれるのであろうな、小娘。ファーストクローズディバイド。それでもあわしに膝をつかせるとは。セカンドクローズディバイド。終わりか。もいもいやっと終わりか。終わりか。その手相手だね。もいもい終わりか。ぬるいもいぬるいもい引き潰す。粉砕。目が覚めた。目が覚めた。また引き潰す。相手どうする。引く引く超圧一刀流抜刀術ゼロの型起用技命くれない。ブレイクダウィン。リッチェロ、まったく暴れんのはいいけど、私に面倒かけないでよね。喧嘩とかそういうのは隣の町まで行ってやんなさい。迷惑なんだから。僕は頭脳労働担当なんだけどね。ファーストクローズディバイド。行くし。甘いね。仕掛けてみよう。甘いね。立て直す。読めて。いらに。ズバーン。乱れだけ。わかった。今に。そこまでだ。行くよ。立て直そう。まだやれる。まずじゃ。かくして闇は消え去ったのでやった。セカンドクローズディバイド。行くよ。立て直そう。行くよ。赤とつくかね。立て直そう。読みやすい。今危なすぎる。立て直そう。こっちこっち。ほりほり。読みやすい。危ない。つっかまえた。危なすぎる。行くよ。きつい。この程度。立て直そう。いくよ。今その手を離す。分かっている。防げるかな。お前そこまでだ。目が覚めた。それでつっかまえた。結構頑張ったもんかな。またつまんないもの切っちゃった。
で終わらせてやる。願いましょうか。ファーストクローズディバイド。高まり。やるじゃん。まだだ。まだだ。まだだ。苦手。どうだ。セカンドクローズディバイド。まだだ。またつまんないもの切っちゃったなんてね。そのたち装束お前か。はい。お兄さん何言ってるわけ。まあその目はただものじゃないよね。やっとこれだけでわかるだろう。ああうちの家系のこと知ってる人か。それならそうと早く言えってのよ。使命から逃げ起きてに背き安穏と暮らすことを選んだお前らが今さらこっちの世界に何の用だ。何ってなんだかみんなが楽しそうにしてるから見に来ただけですよって。言っときますけどね、違反者とか裏切り者とか自分が生まれる前のことなんて言われてもそんなの私は全然知らないんだからね。過去に何があろうと私は私。あんたつまんないことに縛られすぎないじゃない。大体さ使命とか掟とかっていつの時代の話なのよ。時代は変わってるの。どんどん便利になってるの。ほら見てスマートフォン。こないだ買ったの。あ、携帯って知ってる？スマホ？つまらないか。そう、つまんないよ。変革を恐れて今に固執するだけの人生なんかさ。そんな後ろ向きな連中はね、電波の届かない山奥にでも引きこもってるのがお似合い。そうかもしれん。よろしい。君の体にまとわりついたその重苦しい鎖、お姉さんが断ち切ってあげようではないか。逃げ。ファーストクローズディバイド。後期なかなか。取りにかかる。なかなか捕らえられない。こうそれでもふれふれくだらない。なかなかの腕だ。かけ取るにかかる。銃を前後期続けてこれくだらかけ。かくして闇は消え去ったのよ。セカンドクローズディバイド。くだらなかなかこうてよいしょ。
目が覚めた。フリフリ刹那、過去、捕らえられない、好奇なかなかの腕だ、不運命好奇遅い好奇、捕らえられない見切れ、捕らえ、貫く駆け、駆け、駆け、目が覚めた、駆け超末一刀流抜刀術、ゼロの型非容疑、命くれないおい、ピッチェロ、またつまんないもの切っちゃったなんてね。面倒なのと出くわしたな。願いましょうか。ファーストクローズディバイド、乱れ酒よっ、えい、爪だ、爪が冷めた、爪が甘い、これクーガクーガ、よっ、乱れ酒クーガ、あたり遅いクーガ、悪いね、爪くん、よいしょ、お前あらくーガー、爪が甘い、クーガ、爪だ、そんな、よいしょ、おいおいおい、いったたた、爪が甘い、はい、爪が甘い、嘘のし、消えろって、目が覚めた、よっ、抜けただず、捕まえた、隠して、闇は消え去ったのでよ。セカンドクローズディバイド、爪いただきよ、今爪が甘い、爪が甘い、爪が甘い、ほとばしでよっ、今話にならず、なかなか寝てる場合じゃない、爪が爪が爪が力、爪が天を仰ぐという、あんなによくやる、よくやる、今はあ、ババーン、なかなかやる、やめ一輪、お前はババーン、よっ、切れる、今の形だよっ、爪が目が覚めた、やっ、風を爪が、やっ、断固断固無人、風を無人、絶対崩れろ、当たれ、つっかまえた、結構頑張った方かな、それじゃ隙だらけだってば、切ってくださいって言ってるようなもんだよ、一瞬の隙を逃さずにその一点を切り貫く居合の本質ってやつだね。お仕置きの時間です。ファーストクローズディバイド、爪が引きます、そこで足元に注意、爪が甘い、そこで足元に注意、レベロ引きます、そこまでだ、それで終わり、爪が甘い、動く、やりますね、攻めが逆に、やりますね、そこまでだ、いきます、やりますね、これ以上は、闇は消え去ったのでよ、セカンドクローズディバイド、乱れ酒、どこだ、パッパッパ、やりますね、どこ、やりますね、やっ、どこ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 、
爪が張りきます。やりますね。爪がそこです。いくよ、あやめちゃん。どうピーン、つっかまえ。まだまだこれ以上はそこ予測済みです。ブレイクダウン。おい、行ってろ。パーフェクト。いつだってそう、勝負を決めるのはどれだけ必死になれるかだからね。生きることに執着がないってのは勝つことに執着がないのと同じだよ。その格好って前にあった、誰だったっけ。トライアングルじゃなくソフトスライス、ハムカツライスだっけ。リヒトクライスです。この真剣な場でふざけないでください。この地の守護者たる者、ここがうつろの夜の深淵、パラドクスの作り出した祭壇のすぐそばだということは、あなたほどの者になら分かっているはず。ごめんごめんって、本当覚えてなかったんだって、許してよ。若干呆れているだけで怒ってなどいません。それより、あなたがここにまで出向いてきた目的、当然パラドクスの討伐だと見受けます。だとしたら、共に巨悪を倒すため手を貸していただけないでしょうか。いやいや、討伐なんてそんな大層なことじゃないってば。ちょっと夜風に当たりに来ただけ。それに私は正義の味方じゃないからね。あんたたちに協力する義理もない。あなたの発言がどこまで本意なのか分かりません。しかし、パラドクスを倒しこの夜を封じ終わらせる気がないのでしたら、たとえ守護者であるあなたとて、これより先へ進ませることはできません。おーおー、怖い怖い。けどね、それはこっちだって同じこと。権限を乱用してあちこちでトラブルと一緒になって暴れてくれる、そんな旗迷惑なあんたたちには文句の一つも言いたかったんだ。そうですか。ならば不本意ですが、この夜の元の戦機に習い、剣を交えるしかないようです。矢との在り方に異を唱え離脱したあなたたちと再びこうして相まみえることになるとは残念でならない。いやいや、面白いよ。その勝負受けて立とうじゃないか。あんたのレイピアと私のアヤメちゃんと、どっちが強いのか勝負だかね。遠い昔にうちが野党から離れるきっかけになったリヒトクライスさんがお相手か。運命っていうのは因果なもんだね。ほんと。ファーストクローズディバイド。いきます。いきます。セカンドクローズディバイド。行きます。行きます。やりますね。ここで止めよう。ダンサー、足元がおびきなさい。目が覚める。今だ。ダンサー、見えますか。ディバイド。やりますね。行きたい。ダンサー、ここでダンサー、赤と黒にやりますね。じゃあ面白い。
今まだまだその手チャンスにせる行きましょう。行きますか。これなんで決戦の。おい、ちょっと。ザッハー、ババーン。出した。ザッハー、ババーン。今ね、やれいきり。やりますね。かくして。かくして。セカンドクローズ、ディバイド。はっ、そんな。カン、いました。ザッハー、ババーン。やりますね。カン。抜刀術ゼロの方日奥義命くれない。ブレイクダウン。おい、いつだってそう。勝負を決めるのは全く。来訪者の多い夜ね。想像し、やっと大きいのが片付いたばかりだってのに。ようこそ光と闇の祭壇へ、物騒な来訪者さ。そこに倒れてるのがハイド、ぎゅーんと。そっちが野都のお姫様ってわけねえ。これって二人ともちゃんと生きてんのよね。失礼ね。あんた、この坊やたちの知り合い？この子たちとは目的が相反するから仲良くはできないけど、無意味に命まで取ったりしないわよ。まず仲間にならないかって聞いたくらい、その坊やとお姫様は私大好きなんだから。意外と常識的なのね。よかった、話ができそうないい人で。それに大化に捧げようっていう大事な雲、簡単に終わらせるわけないじゃない。終わらせるならしおりの鶴、この世の地獄ってやつを見せてからよ。意外と非常識なのね。これ平和的な解決は無理そうだわ。さーて、で、麗しの剣士様はこれからどうするの？何が目的なのか知らないけど、そこの二人を連れて返すわけにはいかないのよ。それとも、このパラドクスを相手に少しでも勝算があるってのかしら？どうするかな。勝つのは問題ないけど、二人が目を覚まさないと連れて帰るの面倒だな。気に入らないわ、この私を前に。何なのその余裕。その手足、串刺しにして標本みたいに貼り付けて死ぬほど後悔させてやるわ。うつろの夜にな、人心を曇らせ進む足をすくませる無明の蝶。闇の後ろで灯し浸る意志持たざる迷子が踏破をなせるほど浅い闇じゃ。自分自身を見失ってる今のお姉さんに勝ち目なんかありっこないんだって。それじゃあ今夜最後の大仕事、パーッとやっちゃおうかね。行くよ、あやめちゃん。ファーストクローズ、ディバイド。逃げろ。収束、今だ。まるで気が落ちてきた。行くわ。暗くなった。どうしかしな、跳ねなさい、かしな、触れなさい。目指さん、それはどう。甘い、くたくなさ。お嬢、もったいな。調子に乗っちゃった。
もうたくさせないわ。いっとっとっとー、ちょっとすばらー、もったんもったん、ふざけちゃうぞ、ほどもたーん、ちっとー、怖いんだ、お嬢、しゅうぞ、レナさん、行きます、出しなさい、そんなのあるわよ、行くわよ、あるわ、どうだ、楽そう、譲りか、負が汚れちゃうよ。セカンドクローズ、ディバイド、スキューヒョースキュー、いっとくねー、もっと逃げない、無駄だ、どうしよう、出しなさい、跳ねなさい、出しなさい、出なさい、逃げちゃう、目が覚めた、スピード、行きます、出しなさい、行くぞ、ズバカーン、お嬢、よし、しない、出なさい、読めてます、行きなさい、ズバカーン、お嬢、お嬢、あるの、その辺に着いたら、無様よ、このブレークダウン、おい、行ってろ、またつまんないもの切っちゃった、なんてね、バカな、リバースのベセルや、このあたしが、ベセルを貫いた、それでしばらくイグジスも扱えない、悪いこともできないでしょう、これに懲りたらおとなしくしてることだね、なんでなんでなの、あんたみたいに強いのこんな罪悪で野放しなんて、うちの家系はね、そこで倒れてる雇って人たちに縁があったらしいんだけど、そういう戦いとか宿命とか古臭いのが嫌で、そこから逃げてきた一族なんだってさ、立場も捨て、生活も捨て、全てを捨てて、今はあやめちゃんが残ってるだけ、私もそういう使命とかって話は嫌い、古臭いし面倒だし堅苦しいしね、知ってる、これスマートフォンって言うんだけど、知ってるわよ、ですよねあ、それでね、まあそんなわけで、人って常に変わっていかなきゃいけないと思うのよ、私はこんないい加減なんだけどね、この辺一帯を守ろうって最低限のとこだけはご先祖様に申し訳が立つ程度には努めてるつもりなわけなの、だからこの土地、私の周囲で騒ぎを起こそうってんなら、誰が相手だって等しく切る、つまり私はお姉さんの敵でも野党の味方でもない、そこで寝たふりしてるお姫様にも後で伝えておいて、私はあんたの味方ってわけじゃない、面倒事がごめんってだけなんだから、それじゃあ今夜の騒動も収まったことだし、お開きにしましょうかね、じゃあねお姉さん、もう物騒なこと企むのやめてよね、うつろの夜にやったことか、古臭いしきたりってほんと面倒、ご先祖様方が逃げ出した気持ちもわかるってものよね、私には関係なーい、なけど私は逃げない、私は迷わない、この地の平和を乱すものは全て切るって、お母さんがあやめちゃんを受け取った時にそう決めたんだ、さーって面倒なイベントも終わり終わり、早く帰ってお風呂入ってね、よっと、おっと、その前にコンビニ寄っておせんべい買うのも忘れずにね、ゲームオーバー。